馬なり楽団が川に向かったって言ってたよね。それの様子を見に行ってみようかな。あ、ここか。いたいた。さて、どうしたいんですか？橋壊れてるどころの騒ぎじゃないな。遺跡が落ちてきちゃって。破損状態がひどいため通行を規制中。馬での通行は避けること。あ、一応ここを通って行けることはいけるんだね。でも馬車とかは、うおボコブリンのアジト。ちょっと待って。私やってみたいことあるんだ。これ、かぶる。ほら、笛吹かない。これでさ、これ本当にボコブリンみたいな体勢にもなるんだよね。これね、この恐ろしいボコブリンたちに近づいても、なんだお前って匂い嗅がれるだけでさ、何もしてこないんだよ。でも攻撃とかしたら、さすがに敵ってみなされるんだけどね。不思議そうな顔してるよね。これしかもね、可愛いんだよ。ちょっと待ってね。例えばさ、この獣肉とかをポイって置くと、え？むしゃむしゃって食べ出すの！可愛いよね。可愛くなっちゃう。近い近い近い。美味しかった。今気づいたみたいな顔してるな。これリンゴ2つあげたらちゃんと2人で取るかな。よいしょ。びっくりしてる。あ、取った、食べた。かわいいと思っちゃうんですよね。なんだろうね。一応ボコブリンも動物だからかな。かわいいと思っちゃうんですよ。でもなんかリザルフォスとかモリブリンには全然効かないから、ボコブリンだけがいるところならできるけどって感じだね。そして私は味方のふりをしといて、これを投げます。しかもなんか村人を襲おうとしてる。ダメだよ！あ、さすがに敵と判断した？浮いてー、バレちまったら仕方ねえなー。やば落としちゃった。あ、大変。黒ボコの素材は貴重だ。橋がダメなら川を渡ればって思ってここまで来たけど、車輪を外して馬なり号を浮かべても川の流れがあって全然ダメだったのね。大王星様はすぐそこなのにどうしたらいいか全然わからないのやん。大王星様はあそこにいらっしゃるね。ふわふわしてる。色化が漂ってますね。森の馬宿の大王星様と同じで怖がって外に出てこられないのやん。ここの大王星様はビーツの太鼓の音が好きだった。熱いビートを聞いて元気になってもらいたいのやん。でもうん、橋全然使えなさそうだったね。今ちょっと見てきたけど、陸用に作られた荷車、このままじゃ大王星様のおそばに行く前にみんな溺れてしまうのやん。これで船にしてあげましょう。一つでいけるな。これで浮かぶかな。ちょっと心配だけどやってみるか。ちょっとみんな乗って運んであげるよ。やや、待ってたのやん、待ってたのやん、その言葉を待ってたのやん。
もうさ、甘やかしちゃうよね。はい、昨日か気が変わらないうちに乗り込んで。乗り込んでますね。怖いね、怖いね。大丈夫だよ。揺れてるのやん。大丈夫だって。よいしょ。これで、大王星様はあっちね。オッケー、操作。余裕でしょう。すごーい。よく沈まないな。完璧な操縦です。大王星様。さあ、みんな急いで準備するのやん。大王星様に元気になってもらうのやん。頼むよ。いいね、いいね。何人くらい増えるんだろう。大王星様の人数分までは増えるか。あと誰が来るかな。低音？低音の楽器が来るかな。久しぶりに来ました、大王星様。おはようございます。濃いなー。やほーほー。おー、大王星様がお顔を出されたのやん。元気になってくれたのやん。おお、俺のビートも高鳴ってるぜ。馬なり楽団の音色はみんなを元気にするお薬なのやん。またまたありがとうなのやん。重すぎてポッケが取れそうになるくらいのお礼を用意したのね。どれくらい？あ、前回と同じだね。でもありがとう。100ルピーは嬉しい。ポッケが軽くなったのやん。これで演奏に集中できるのね。クチューラ様はこれでもう安心なのやん。つぼみに閉じこもったままの大王星様はまだいらっしゃるのね。だから僕らは次の大王星様のもとへ向かうのね。ゲルドの方にいるんだよね、確か。よっしゃー！みんなありがとう、起こしてくれて。いい気分だ。やっぱりシャバの空気は最高だね。姉御って感じだな。太鼓のビートが私のハートに火をつけちまったよ。このほてり受け止めてくれるかい？材料さえ持ってくればよろしく。かなり強くしてやれそう。あ、いろいろ強くできそう。どうしようかな。ちょっと全部とりあえずやれるだけやる。待って、黒ボコの角使うの？武器に使ったりしちゃったよー。やっちゃったー。びっくりしたんだけど、知らない間にお金がこんなに減ってる。そうだよね。手数料かかるもんね。できるやつ全部やるっていう勢いでやってたら思いっきりお金なくなったので、一旦やめます。お金。普段着る服だけにしとけばよかったかな。勢いで忍びのマスクだけすごい強くしちゃったから、これが一番強い帽子になってしまった。かっこいいからとりあえずこれでいきましょう。いやー、なんか素材の採取がめちゃくちゃ大事だなって実感したよ。ボコブリの角とかもさ、何でもかんでも、わーい、強くなるって言ってスクラビルドに使いまくってたけど、ちょっとね、考えないといけませんね。さてと、この地方にはそんなに用はないんだよね。だけど、通って、ここを通って果ての村に行きたいから、眺望台は開放したい。なので、このまま、眺望台に向かおう。
うわ、炎ポケモンいる。道がわからない。あっちの方向なんだよ。お、近くまで来た。やった、近くまで来たよ。頑張って登ってきた甲斐があったけど、雨が降ってきたな。あっちに道あったんだ。地図がないって不便。ちょ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 、トゲまみれですけど。どうすんの。一応階段があんのかな、あっちに。なんかテントあるな。誰かいるの。私の料理屋がどうしたの。あら、新しい眺望台の作業員さんね、さんさんね。ここ雨が多いから大変だわいね。あ、魚鳥村の人ですか。かわいいお顔。私らは魚鳥村に住んでたんだけど、海賊が来て命からがら逃げてきたんだわいさ。あら、無事でよかったね。せっかく自慢の料理を振る舞う店を開いたのに、それも海賊に壊されちゃって。最低。本当に最低。今までに食べたことない料理を出すって評判だった。ちょっとちょっと、料理の指南してくれませんか。いつかは魚鳥村に戻って。もう魚鳥村を絶対助けてあげないといけないんですよ。いろんなところで聞くんですよ。あ、子供たち、海で遊びたい。そうか、かわいそうに。兄ちゃんが助けに行ってあげるよ。このついでに魚鳥村行こうかな。この地方だもんね。あ、ここから上がれるね。よかった。なんでこんなトゲトゲなところに。ちょっと待って、こっから行けるじゃんって思ったらひどくない？これどうするの。これってさ、もしかしてこのトゲ燃えたりするかな。でもさ、普通に考えたら眺望台も燃えちゃいそうだよね。そんなことはありえないって分かってるんだけどさ、木製でできてる感じするしさ。でも薪の束とかは火打ち石があるから、もしかしてって思った。どうだろう。よし、晴れになったぞ。どうかなあ。燃える。あ、燃えそうじゃん。いい感じ。眺望台に燃え移らないでくださいとは思うけど、これどこまで広がるんだろう。面白。気持ちいいぐらいにトゲトゲが消えました。なんか一部ね、消えないとこもあるけど、全然不便じゃない程度。わあ、空の上は天気がいい。地上はめちゃめちゃ雨降ってるのに。わあ、よっしゃー、解放できたー。魚鳥村に行きたい。ちょっとさ、ちょっといいですか。あそこにネルドラいるんです。やばい、真上にまで来た。かっこいい。かっこよすぎる。かっこいいし、あと鱗が欲しい。当たるかな。当たってるように見えません。あ、当たった。もう一回とか無理かな。
こに落ちる。1回につき1個って感じかな。落ちた落ちた。ここマジでどこって感じだけど。やったー。え、爪、鱗と違うやつ手に入ったんですけど、あ、ここどこですか。すごい飛んできた。わー、かっこいい、かっこいい。どこに向かうんだろう。この位置でもなんかこの方向からさ、歯向かって飛んできたよね。かっこいいね、ネルドラ。なんか近くまで行けただけでめっちゃ、あー忍び装だ。忍び装はマジで超必要。忍び装備を強化するためにめちゃめちゃ必要だよ。ここどこですか。消防隊戻ろうかな。で、さっき解放したのがこの消防台だよね。私さ、この山越えてきたんだね。やりすぎでしょ。めちゃめちゃ登ったもんね。ウオトリ村ってどこだっけな。最南端とかって言ってたよね。あ、この辺かな。なんか建物らしき影が見えるもんね。もうさ、魚鳥村のことが心配で仕方ないからちょっと行ってみようかな。あれは地上絵じゃん。へえ、あそこにあるんだ、あの剣の形。ちょっとマップ、この方向で合ってるね。まああの剣の方に向かっていけば村もそっちだとは思うんだよね。あ、ほこら、ほこら解放しよう。あ、魚鳥村っぽい気がする。うん、そうだね、そんな気がするぞ。ここでほこら解放して魚鳥村をちゃちゃっと救ってやりましょうじゃん。なんかここ誰かの気配。誰もいない。あ、いた。あれ、ちょっと桜田社長。はあ、あいつらのせいで村がめちゃくちゃじゃ。あ、ローゼルさんって村長だ。あんなに魔物がいるんじゃ近づくこともできないわね。ん？この熱い視線。桜田社長、久しぶり。おや、お主、もしかしてこの先の魚鳥村に妖怪さ、救いに来ました。英雄なんで。だとしたら悪いことは言わん。今行くのをやめた方が良いさね。わしは村長として旅人さんの安全も守らねばならないわいさ。んなこと言ってないで、私が救います。村、魔物どもに占領されてしまったわいさ。海賊って魔物のことなのかな。食料欲しさなんかどうか知らんが、急に現れたと思ったら、あいつら我が物顔で好き勝手にしようって。大変だったね。村のみんなはなんとか全員逃げ出せたようだけど、家も壊れちゃって住むところもないからみんなチリチリなのよ。魔物さえいなかったら壊れた建物なんか、この天才建築家の私がパパッと直しちゃうんだけどね。そうですよね。天才建築家の桜田社長。天変地異とやらの影響で魔物たちが活発になっているかいの。最初は魔物が増えた程度だったんじゃが、まさか船で乗り込んでくるとは。まさに海賊じゃ。あ、まさにって言ってるってことは、海賊みたいな人種がいるってわけじゃないのか。あいつらが一体でもいる限り村に近づくのは危険だわいさ。
どういうこっちゃ。とりあえずここにすぐ来られるように、ほこらほこら。ちょっとまたすっぽんぽんにさせられたよ。どうすんのこれ。2個目ですよ。道具を持っての侵入を禁ずる。ちょっと待って、敵多いしさ、しかもうろうろしてるじゃん。やだ、見ないで、バレるやつじゃん。とりあえずこれを手にしまして、なんかいい方法、あ、ビリビリは勘弁してください。なんかいい方法あるかな。弓がないんだよね。あいつをやらないとどうしようもないな。痛い。お料理もないじゃん。お料理もないじゃん。どうすんのよ。うわー、痛い痛い痛い。無理だよー。死んだ。早っ。無理です。とにかくここで勝てないくらいじゃ、ウオトリー村なんて救えないよって言いたいんですか？いった！食らったら負けじゃん。痛い。食らされた。水に落とせば死ぬんだ。よし。俺死んだ。Yeah.
40分ぐらい戦ってたよ。どのボスよりも強かった。怖い。ああ疲れた。あ頑張った。お強いやつ。いやめっちゃ頑張ったわ。いやー装備の力って偉大だなって思ったのと同時に、ゴーレムは水に落とすと死ぬんだっていうことを今知ったよね。へえ。でまあ魚鳥村ですよね。助けに行きたいけど、ああ魚鳥村になった。黒ぼこ普通の敵に見えるけどね。